平野の読みは、日本の武士、福岡藩士、志士。大倉氏の流れを組む。通称は、次郎、三の吉。忌味名は、種子と、種のり。変名に、徳合立彦、宮崎司、草江水際、佐々木正元など。造成四人。上位橋士として奔走し、西郷隆盛ら薩摩藩士や牧泉。 清川八郎ら志士と信仰を持ち、倒幕論を広めた。文久二年、島津久光の上落に合わせて、挙兵を図るが、寺田屋騒動で失敗し投獄される。出国後の文久三年に三条未見ら上位白行や、牧泉と山和行行を格索するが8月18日の、政変で挫折。山和国での天中組の挙兵に抗応する形で、 田島国行くので拒兵するが、またも失敗に終わり、捕らえられた。身柄は、京都書次第が管理する、六角獄社に預けられていたが、金門の変の際に生じた火災を口実に、殺害された。文政11年3月29日、福岡藩足軽、平野義郎衛門の次男に生まれる。父、 吉郎衛門は千人もの門人を抱える、神道無双流上術の使い手で駅務に成金して、私文に取り立てられている。天保十二年、国臣は足軽鉄砲と小金丸彦六の養子になった。高下二年に江戸金番を命じられ、江戸に登っている。海江元年に福岡へ帰国後、小金丸の娘のお菊と結婚し、一難を設ける。江年には、 宗形大社を喫嗅武神のため、宗形軍大島に赴任した。福岡では漢学を、亀井明春、国学を、富永進む際に学び、証拠主義に傾倒する。また、おゆら騒動で、薩摩藩から、宗方の大島へ亡命していた、島津成明の側近、北条右門と信仰を持っている。ペリーが来航した、加盟6年に再び、 江戸近盤になり、江戸で剣術と国学や和歌などの学問に励んだ。さらに、水戸藩の相沢聖司祭の振論に触れたことで、証拠主義は本格的になっており、安政元年に帰国する際に、個性の袴を着て古風な立ちを指して出立した。当時の人々の目からは、かなり異様な姿で、見送る人々は苦笑したが、本人は得意満面だったという。 安政二年に長崎勤務となり、ここで夕食小実家、坂田諸島の門人となり、その影響で国臣の証拠主義はさらに激しいものとなり、福岡に戻ると仲間と共にエボしひたたれの威風の姿で出歩くようになった。これには、洋家も迷惑し、国臣を咎めるようになり、結局、離縁して平野家へ戻った。この頃に名を国臣と称するようになった。 また、この時に、ハン・ツトムを辞職して、無役の厄介となっている。この頃に、梅田・ウンと出会い、国事についての知識を得た。国臣の証拠主義はやまず、安政四年には藩主に、犬大物の復活を直訴し、武霊として遊兵されている。この時に、酒焼きを伸ばしたままにして創発にした。酒焼きは、個性ではないというのが、平野の考えであり、 後には老子を中心に創発が流行ったが、この時期、一応は、武士の国みが坂焼きを置かないのは異様である。国みは、優れた学祭と、このような過激な言動から、人望を集めるようになった。平野国みぞ安政5年6月、島津成明の立兵上落の情報が、北条右門から入り、国みは、菊池武史時非分婚流願いの名目で上京。 ところが7月に成明は休止し、立平上落は立ち消えとなった。国臣は警で、北条右門を通じて、成明の側近だった西郷隆盛と知り合い、前後作を協議、区芸への運動を担当することになった。国臣の死死活動の始まりである。その後、国臣は藩主への嘆願のために、福岡へ戻る。結局、西郷たちの工作は失敗し、 幕府から逮捕命令が出された金の王像、月章を薩摩へ逃そうとするが、繁盛が一変して難航。筑前で国臣は月章たちと合流し、友となって薩摩へ向かった。国臣と月章は山伏に変装して、関所を突破し、11月にようやく鹿児島に入った。藩長は、西郷に月章を幕里へ引き渡すべく、東名への連行を命じる。 安に切れという命令であった。西郷は、月章、国臣と共に船を出し、全島を悲観して月章と共に受水してしまう。月章は推死するが、最後は、国臣らに助け上げられた。国臣は追放され、筑前へ帰った。12月に、この絵形、機密文書を返すために、再び京へ登る。京では、 安政の大国の嵐が吹き荒れていたために、翌正月に、備中国連島へ隠れ住んだ。同年12月に、下関の豪商、白石昭一郎邸へ移る。ここで、水戸藩士や薩摩藩士と、大老、伊伊直介暗殺計画を話し合った。翌安政6年3月、伊伊大老暗殺の木が熟したと感じた国臣は、堀次郎と共に、 福岡へ戻り、藩主、黒田成宏へ大老が暗殺されれば、大乱となるから、薩摩藩との連携と上位のための軍備の充実を求める、憲白書を提出。3月3日に、桜田門外の変が起こり、井伊直介は、水戸藩士と薩摩藩士によって暗殺された。国臣は、下関の白石家で一挙を知り、同志と祝杯を挙げた。一方、 福岡班長は驚愕し、事前に、異案殺を知っていた、国臣の捕獲を命じた。国臣は、捕獲を逃れるために逃避行に出た。薩摩へ入国しようとするがかなわず、9月に、被護国高瀬の松村家に被護され、久留米の勤労志士牧泉と国事を断じる。両者は、意気投合して、翌年には国臣は、牧の娘のお男と恋仲になる。 村田新八、有馬新七らの手引きで、薩摩へ入ることに成功するが、国府、島津久光は、浪人を嫌い、聖中組の大久保はじめ蔵も、浪人とは一線を隠す方針で、結局、国臣は退去させられることになった。失望した国臣は、我が胸の燃ゆる思いに比べれば、煙は、薄し桜島山と餌じている。日後の松村家に戻った国臣は後に、 人切り、玄災の異名を持つ川上玄災と交流している。福岡藩の探索を察した国臣は、川上の手引きで、天草へ移り、村上英断録を表した。後部合体ではもはや辞局に対応できず、薩摩藩など大半が天皇を報じて、倒幕の兵を挙げるべしとの過激な内容であった。牧泉は大いに感銘し、国臣を訪ねた。 清川八郎などはこれを島津久光に剣じるよう進めている。国臣は鹿児島に潜入。大久保に英団録を差し出した。大久保は金重量を旅費として与えて帰還させた。薩摩滞在中に村田新八、三玉三平ら旧進派と会談し、一挙の成功を確信した。国臣が日後へ戻ると、 島津久光が倒幕の兵を挙げるとの噂が広まった。文久2年3月、久光は藩士千人を率いて状況の都に着いた。噂を信じた村上老子が県へ、大阪に集まり、不穏な情勢となる。国を見そして有馬新七ら成中組の旧進派も、この木に兵を挙げるつもりでいた。ところが、久光には倒幕の意思などなく、 上落は、後部合体の運動のためだった。4月になって急進派の動きを知った久光は驚き、直ちに沈部させるか従わなければ、上位打ちするよう命じた。4月23日、沈部に使わされた、奈良原茂、大山綱吉ら9人と急進派が、寺田屋で切り合いになり、有馬ら6人が死亡し、田は捕獲され、薩摩へ送り返された。 国読みはこれより、前の4月12日に参勤交代の途上で、大阪の近くまで来ていた福岡藩主、黒田成博へ、情勢の不穏と、挙兵への協力を訴える弾丸を提出すべく、犯行行列に出頭していた。驚いた福岡藩の役人はとりあえず、国読みを旅館へ案内しても手なしたが、そこへ、薩摩藩の堀が押し込み国臣を捕獲してしまった。 浪人嫌いの久光の命令であった。国臣は、福岡藩へ引き渡され、福岡へ送り返されることになった。尊上志士の間で霊名高い国臣はまずは、丁重に扱われたが、寺田屋事件で急進派が、一毛田人にされるや扱いが一変し、手荒くマスコ屋国の牢屋へ入れられてしまった。京都霊山五国人じゃないの国臣の墓上勢が、 再び金労派に有利となった、文久3年3月に釈放された。この頃、京都では、長州藩が上位白行と結んで朝廷を牛耳り、天中と呼ばれる暗殺事件が頻発していた。そして、理論家の牧泉が格索した大和行行の勅命が、下る。天皇の上位申請を決行する計画であった。8月16日、 京へ登っていた国臣は学習院出資に任せられた。この頃の学習院は三条耳を中心とする上位白行の政策決定の場となっており、格式も高く足軽身分の国臣としては相当な大抜擢であった。17日、国臣は三条から中山忠光、吉村虎太郎らの天中組の制止を命じられた。天中組は、 大和国五条天領の大干渉を襲撃して拒兵していたのである。19日、国臣は五条に到着するが、その前日の8月18日に、政局は一転してしまっていた。藍津藩と薩摩藩が結託して、政変を起こし、長州藩を退去させ、三条ら上位白行を追放してしまったのである。急ぎ経営戻るが、すでに経の上位派は、 壊滅状態になっていた。国臣は未だ大和で戦っている、天中組とこうすべく格索。故郷の福岡藩で活動していた筑前金納党の月形先蔵や高取を友へらを訪ね、出奔して、共に決起することを求めたが、月形らに断られたことで、国臣は月形仙蔵ら5名に英血状を送って、その不甲斐なさを批判している。その後、 田島国の志士、北垣慎太郎と連携して、幾の天領での挙兵を計画した。周王国蔵田尻へおもむき、長州藩に、庇護されていた、上位白行、沢信義を首相に迎え、元木兵隊総監、川上愛知ら三十数人の老子と共に、幾のに入った。この時点で天中組は壊滅しており、国臣は挙兵の中止を主張するが、 天中組のあだを打つべしとの強硬派に押されて、挙兵に踏み切った。10月12日に、幾野の大官所は、無抵抗で降伏。農民に母兵を呼びかけて2000人が集まり息を上げた。だが、幕府の対応は早く、翌日には、周辺諸藩が兵を出動させた。老子たちは、浮き足立ち、早くも解散が論ぜられ、13日の夜に、 首相の沢が逃げ出してしまった。農民たちは騙されたと怒り、国見らを偽老子と罵って襲いかかった。国見は兵を解散して、鳥取への脱出を図るが、豊岡半兵に捕獲され、刑へ護送され、六角獄舎に繋がれた。平野国見元治元年7月、金門の辺を端にして発生した火災は、京都市中に広く炎症。獄舎に火が及び、 囚人が脱走して治安を乱すことを恐れた京都諸市大廃下の役人が囚人の処刑を決断。処分は未決状態ではあったが他の30名以上の囚人と共に残首された。去年37、明治24年、生余を送られた。福岡市中央区の西公園に銅像が京都市上行区の竹林寺に墓がある。同じく、 京都霊山五国神社にも母碑及び石碑が、建留されている。国臣の聖火があった場所のすぐ近くに、国臣を,を祀る平野神社がある。福岡市沢楽の福岡市博物館には、平野国臣の横笛が2本展示してある。ありがとうございます。